三菱重工相模原ダイナボアーズ対静岡ブルーレブズの一戦お送りしていきます。あと5メートル前へキャッチオードです。さあこれブルーレブズの形、押し込んだ、一気にいった、笛はどうですか、聞こえるかどうか、止めるのか、トライでした。最後右側に最後押し込んだということですかね。そうですね、あそこで深く敵陣に入り込んで、でノットローラーウェイを誘って、いい流れで、そうですね、来ましたね、すぐに出す川又が後ろつないで、ちょっと深めのところから攻めていきます。前が一つ外してからで、これ前出ました、OK ですね、プレオンです、ホネティから内側サポート、岩村から外に持っていって走り切れるかどうか、ブラッキンこの位置、ワンモーションか、ワンモーションか、OK トライでした。最後は手が伸びていました。おお、決まりました、7対7、同点、シルコックが決めています。プッシュ、アドバンテージだ、すでにもうコラプシング、そしてクワッガースミス、これはまだポストした、ダメです、上から置いた、これは置いてるでしょう、ブリンホール2つ目、ブリンホール、トライはブルーレブズ。スクラムのセットプレーっていうのは今日は今ブルーレブズが握ってるかなと、いう感じですね。そうですね、コンバージョンも決まりました、正面から14対7。この後もう一回ピック、ジャッカル狙ってますよ、ね、これ8番のクワガスミスが、クワガスミスいった、スミス、おお、めくった、めくった、取ってる、お、結果ターンオーバー、ターンオーバーですね、いいですね、14対10。Okay, so what, 1:30. なんと取れませんでした、お、逆にペナルティになりましたね、綺麗ですね、いやー綺麗にこれも決めました。結果的にはこの3点を返したということになりまして、前半の40本あって14対13で村上さん来ました。もう少しでブレイクできそうなところまで来ています。どのバカのタノはどっちだ、取り返したスティンカンプ、そしてあーマイボールだ、最後スティンカンプ5番が言ってました、緑、わあすごいね、左右どちらからでも綺麗な弾道ですね。山口のステップかなと思いましたけど、抜けきらなかったですね。まあ山口も今日デビューですから、相当ねやっぱり気合入った一戦になってると思います、いいところこれ抜けましたね、このステップから、捕まえるディフェンスは外した、清原が前を持ってきます、さらに下がった、マロスイタマ、このサポートプレーでした、トライはブルーレブズ、11番マロツイタマ。これを決めて21点目、再びブルーレブズが逆転に成功、5点差。先ほどはこのスクラムすぐに出すというのをちょっとキープしながら出してきましたね、おっとこれどっち、うわあペナルティでした、ブルーレブズ雄たけび上げました、チームの神髄、これがスクラム、ハードトレーニングしたからこそのこの試合終盤まででこう粘れるってことなんでしょうね。あら抜けてますね、向こう側からスイタマが抜けていました、ラインサイド、もうそして手前側のスペースにボールが出てきます、ブレイクできるか、山口のステップ、裏キック、これボールがタッチでした、山口走るかなと思ったんですがキックでした、決まりました、これで8点差、まず確実にブルーレブズは相手に少しずつダメージを与えてやろうと、岩村さばく、当たって18番の石井、
岩村のところ伊藤がペナルティ取られています。アドバンテージです。すごいな、安定してます。さっき取られた3点をすぐに取り返しました、うん、22メーターの手前まで来ました。今日ブルーレブズのアタックミスないですよ ね、はい、ね、うん、精度高い、はい、集中してますよね。 OK か、いったか、いった、ゲット、鶴谷、鶴谷が行きました。6番今日ですか、見てないですよね、1回も。そうです ね、 ね、もうそのコミュニケーション取りながら映像見てる川原さんと、ね、うんうんうん、通信で話し、はい、話しながら言ってますね。ゲームが長く止まることがないんですね、うん、あ、手を使った、これは痛いペナルティーです。ダイナモアーズ、そして吠えた、またまたブルーレブズのフォワード8人。そして3点を取りました。これはブルーレブズ、ね、さっき迫られただけにもう1回このセーフティーゾーンに持っていく大事な3点です、うん、まあ、提供から入ってこの人もゲーム出ています。あ、後ろ、安江、安井に入ってます。さあ一気にこれチャンスになりました。クイックボール、ベドルカーズ立てて前に出ました。さあこのテンポで手前どうする、ヘモポ当てる、じわじわ、アドバンテージ、オフサイド、うん、そしてあとは残り時間との勝負です、うん、さあこれで5点差、ワントライ差に持ってきます。クワガスミス、よく出した、よく騒いだ、外チャンス、外側は、いや、一旦立て、あ、石田ブレイク、ブレイク、正面からブレイクして、さあこの後クイックボールは外側に出して、さあ落合は内側ステップ、できるだけ近いところに欲しい、うん、5点差。岩村から坂本で行って、この後もキープ、取れるところまで持ってくるか。リンディからシルコック、うん、自分で行く、つながって伸びるか、いや、まだあります、まだあります、ボールは後ろ、ブラッキン、ダメ、ターンした、ブラッキン持ってきたが、同点のトライになりました。この時点で同点、この時点で同点、残り30秒、そしてポストに近いところ、今日のシルコックでいくと、これは問題ないところの角度を持ってきます。うわ、外れた、最後の1本が外れて、そして今笛が鳴りました、ノーサイド、最後の1本が惜しくも決まりませんでした。しかし追いついてのドローゲームに持ち込んだダイナモーズ。スタジアムから両チームのサポーターから拍手が起こっています。いやいや、これはもうしょうがないというか、ここまで完璧でしたから。そうですよ、文句なしですね、うん、もういつ見てもブレないパフォーマンスは。角田さん、あ、そうですね、神奈川県協会の理事長、この方がそのアンガスガードナーさんに話聞いてくれたんですよね、うん、あ、さっきの話そうなんですね、どうですか、